ニトはい、えー、こんにちは9月の6日金曜日の株と為替の売買シナリオでございます現時刻が1時54分55秒という時間帯でございます、えー、さてまだ場中でございますで今日ですね、えー、この売品 えー、株と為替の売買シナリオ、えー、前倒しでちょっと収録させていただきますのは、16時20分から、えー、ラジオ日経さんの株り付きマーケット情報局に16時20分から出演するということで、ちょっと前倒しで、えー、収録させていただきました。そして、えー、ちなみにでございますけれども、この16時20分から、被り付きマーケット情報局出た後でございますけれどもね、夜、うの、22時から、午後の10時からでございますけれども、東京 MX テレビさんの、えー、 マーケット、ワールドマーケット、ちょっと今タイトル忘れてしまったよ。怒られちゃうんですね。ワールドマーケット、こちらの方に出演させていただきます。えー、ということで、雇用統計の後にですね、MX テレビさんのワールドマーケット出演させていただくわけでございますけども、今夜のポイントは何なのか。えー、やはり、米国の8月の雇用統計とこういうところでございます。で、えー、今日もですね、あの、ラジオ日経さんのマーケットプレイス出演させていただいた折にちょっと申し上げさせていただきました。今夜のまあ雇用統計ポイントというところなんですけども、えーこの この後のですね、かぶりつきマーケット情報局、まあラジオ日経さんの視線、あとは東京 MX テレビさんのワールドマーケット視線の時にも、ちょっと触れさせていただこうと思ってますのは、ABC ですね、アメリカ、ブリッティッシュ、そしてチャイナと、こうしたところの包囲網に関して、どうしても外部環境に降らされての東京市長というところ、ちょっとこの辺のところは当分払拭されないんじゃないかというような、 方でえコメントさせていただく予定で、ごございいいいまますすのででただければという,ふうにして思いますさてで足元の、今、ここまでの東京市場でございますけども、ちょっとご覧になっていただければと思います。もうほとんどなぎでございますね。で、まあ、日経平均株価のもちょっと先物だとか利益確定の動きがあったようでございますけども、どうしても21,200円台を超えることがなかなかできないよと、というところでございまして、一番高いところで241円。えー、今、まあ、21,200円はなんとか維持させているので、非常に健康 調整はまあ極めてるのかなという風に思いますけども、上がることも下がることもできず、やはりちょっと手がかりなんなのかなというところかと思います。で、ドル円レートの方でございますけどもまあ、こちらの方はちょっと109円の攻防でしょうかね失礼107円台の攻防になりますでしょうかね。107円を意識してこれちょっと大きく動いているようで。 ように見えますけども、実際は106円の90銭、107円の10銭とこういう高安の値幅の中で動いているとこういうところでございます。8月の上旬、えー、6日以来だったでしょうかね、107円の水準で東京市を開けたというところで、えー、中年に向けての攻防があ輸出入、ちょっと、まあ受給の触れがちょっとあったようでございます。まあ結果として少し輸入の方が強かったようでございますけども、えー、現時点、106円の96銭、えー、107円の、まあ、この維持をちょっと と、工房していると、こういうような動きが、えー、現時点でもついているところでございます。さて、で、ちょっと今日はかなり早いですけどもね、えー、まだ、今、まあ、これざっくりと2時と、こういうとこでも、まだ7時間、えー、7時間半ありますけども、えー、米国の雇用統計、どの辺がポイントになるのか、今回の売買シナリオ、こちらでご案内にさせていただこうかと思います。ドル円からでございます。えー、マーケットのポイントは、まあ、雇用統計としかない、 でしょう。これ以上、ちょっとこれ以下でもないというふうにして見ておりますが、かなり焦燥組が、 ま、この今回の数字が良くても悪くても、悪かった場合は買いたいよと。で、悪、えー、悪かった場合は買いたいよ。下がってきたところで買いたいよ。で、良かった場合は追随して買っていく。ただし、この追随して買っていっても、107円台の半ばから後半を超えていくことができるのかどうかというのがちょっとポイントというような、ま、一部市場関係者らとの、ま、見方というところでございました。で、雇用統計でございますけれども、一応、え昨日のオートマチックデータープロフィッシング、 え、これ、前要素を大きく上回りましたので、でまあ、かなりですね、まあ、ポジティブな形でマーケットは見てるというところでございます。えー、前回の16万4千人をまあ、はるかに超えていく16万人強。まあ、この辺のところがまあ、市場のコンセンサスというところになっているんですけども、ちょっとどの程度になるのかこの辺はまあ、出たとこ勝負になってくるかと思います。で、あとはですね、えー、まあ、 ここ最近の経済指標がちょっとまだら模様になってる中で、賃金成功がどうなってるのか、まあこの辺のところの整合性と合わせてでございますけども、夜になんとパウエル FRB 議長が、まあ水質有限の総裁との、えー、討論会でございますけども、今後の金融政策に向けて、こうしてアメリカの経済指標との整合性を示すような発言をするのかどうか、ちょっとこの辺はまああまり深掘りをするような方ではないのは分かってはいるんですけども、ちょっと この辺は、まあ、警戒して見ていきたいなというふうにしておます。深夜の1時半、パウエル FRB 議長の討論会があるよというところでございます。えー、それと、また週末でございますけどもね、えー、中国の貿易収支がございます。これ日曜日ですので、えー、週末、そして週明けの終わり日、ちょっとこの辺のところのギャップは一応5年と乗りといていただければと思いますで。ちょっと前置き長かったですけども、えー、まだ今、今ちょうど2時になりましたけども、まだ7時間半ございますので、まだちょっと早いかもしれませんが、106円の80銭から100 107円の50銭という予想レンジで、A ンは6の80で買いたい期、6の80で買って7の当銭で売る30銭幅狙い。で、アゲンスト106円の50銭ということで30銭1というところが、まあ、A 案でございます。一方で B ンの方なんですけども、えー、107円の45銭で売って107円の10銭で買い戻す35銭幅狙い。そしてアゲンストは30銭ということで107円の75銭。えー、直近の、まあ、8月2日の高値をちょっと超えていってで、 癒しの雲の加減までちょっとアプローチしていくにはかなり、えー、凄まじいほどのドルブル派が跳躍しないと難しいんじゃないかなという人は思うんですが。 ま、一応ですね、まあ、週末でございますので、この辺は抑えみにとこういうところでの今回のシナリオでございます。ちょっとまだ7時間半前というところでございますのでね、まあ、えー、水準感が上下するところでのイメージ当然あるかとは思いますが、ただしポイントとしては106円の割れてきたところ、失礼、106円の半ばを割れてきたところ、この辺のところですね、どの程度まで堅調性が示されるのかどうか、まあ、今回のシナリオとしては一旦損切りというふうにして出させていただいております。で、106円の10銭また割れたら万歳という いうようななマーークももけけさせてていいいただいてるんですけどもかなりですすどかりねショート派のの買い戻し内緒は層組の19この辺の回意欲がこの106円の半ばから前半にどの程度まであるのか、ちょっとこの辺を見てからもう一回、ちょっとベンチャーエントリーしたいなというような水準でございますので、106円の半ばから前半、もし下落するような場面あったら、ちょっとご注意していただければというふうにして思います。 東京金融と一緒、クリック株365日経225指数、現時点が21,200円ちょうどぐらいの水準です。で、こちらはですね、まあ、先ほどの米国の雇用統計を受けて、米国主要産指数が、米株主要産指数がどう動くのかというところなんですが、えー、先ほど申し上げたように、ちょっと悪くても、 え、買いと、おーいうところ。で、こちらの、悪くても買いの、今度株式市場での影響というのは、悪かった場合、先ほど、ま、パウエル FRB 議長の発言の、ま、整合性を問うような形になるかもしれませんが、悪かったら、え、金融緩和も、要は、利下げの大義名分により一層近づくね、というような、ちょっとずるずるしいポジティブな見方。そうしたところでは、当然株式市場にはプラスというところでございます。そうしたところでは、良くても悪くても買いというスタンスで今回は、 日経225指数のは考えいたしました、えー、もちろんですねちょっと週末でございまして雇用統計でもございますあまり225指数の方には直接的な影響はです、ね。私は警備だというふうにしてみておりますので様子見でも構わないのかなというふうにしてみております予想レンジは21,150円から21,275円えー、21,150円で買って21,275円で売る125円幅狙いアゲンストは21,000トで50円とういうところで100円リスクですでこのタゲベのイラストさ指しておりますけれども21,000円が割れたらこの 上昇体ですね。えー、2万トンで800円くらいのこのぐーっと上昇しているところ、えー、ここの埋め戻しをちょっとご注意いただければと思います。で、もちろん2万トンで800円くらいまでは、えー、竹部は何を弱気に見てるんだというふうにして思われる方もいらっしゃると思いますが、2万トンで800円水準ちょっと割れてくるようですと、えー、この今の、おま、昨日、おとといから続いております。短期的なこの上昇トレンド、一旦終わりと、お,ーおーいうような見方になってまいりますので、この辺のところのですね、えー、ま、ベンチマークというんでしょうか、ちょっと知させていただきましたが、一応ご留意いただければと という,ふうに思います今夜はですね、ちょっと東京ミックステレビ、のワールドマーケット、こちらの方にも出演させていただくのが22時というところで、ちょっとかなり長丁場でございますけども、えー、今、ちょっとまだ途中まででございますけど来週の見通しの為替見通し、書かせていただいております。タイトルの方は え、こちらでございます。内閣改造でも日銀円は続投の場面と書かせていただきました。来週の12日は安倍内閣改造、自民党の党役員の人事もあるとこういうところでございます。で、こうしたものが、川瀬市場内社金融週に影響するのかどうか何がポイントなのか、そしてそういったものが転じて、どういったところを着目する必要性があるのかをちょっとまとめて書かせていただいております。え、で、繰り返しになりますけれども、今日の有国からのですね、かぶりつきマーケット情報局、あとは MX テレビ、 ワーールドマーケットここはちょっといいろろ広げてです、ね、韓国、韓国の話というか、まあ、韓国中銀の動きだとか、あとは中国、そして米国、そして今は英国議会ですね。今日ちょっとラジオでも申し上げたんですけども、ボリス・ジョンソンさんは EU 離脱に関してはもうすさまじく強行でいらっしゃるんですけども、ご家族は反対だというところで家族をもう引き裂いてしまったようなこの英国 EU 離脱問題、かなりちょっと根深いものはありますけども、そうしたものをちょっと広げていって、いろいろ コメントさせていただこうかと思いますので、そちらの方もぜひご考案いただければというふうにして思います。さてで繰り返しになりますが週末でございますので週末リスクでお取引なさらなくてもおまあ動きだけは十分チェックをしていただければというふうにして思います。えー、以上9月の6日金曜日の株と為替の売買シナリオでございました。